こんにちは、いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、まずお知らせをさせていただきます。本日、ラジオの日経第2放送で18時35分から三浦春馬さんのナイトダイバーが流れます。もしね、ラジオ聴ける方、まあ、携帯でもね、ラジオ聴けますので、よかったら聴いてみてください。18時35分からナイトダイバーになります。ね、とってもね、素敵なね、歌なので、ぜひともね、たくさんの人に聴いていただけたらいいなと思いますので、応援をお願いします。引き続きまして投票の方の、報告を2点ほどさせていただきます。はい、癒し系頼れる系親友にしたい俳優、こちらですね。天海祐希さんと三浦春馬さんが1位を獲得しました。おめでとうございます。パチ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 。引き続きまして、また投票結果になります。家康役が最高にかっこよかった俳優。こちらですね、本当に大物、大御所俳優さんですね。を、3位が北大路哲也さんです。はい。2位が西田敏行さんです。はい。こちら西田さんもね、私もね、一時期ね、俳優の組合を作るということでね、そちらで声がかかったんですよね。はい。で、1位が三浦春馬さんです。パチ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 。おめでとうございます。ね、皆さん投票していただいたんでしょうか。はい。で、ちょっとね、疑問に思ったんですけど、家康役が最高にかっこよかった俳優の写真がですね、北大路哲也さん、西田さんの、お写真が顔写真でボンボンってあるんですけども、なぜか1位の三浦春馬さんだけは、ブレイブのパンフレットってあると思うんですけど、その写真、パンフレットの写真っていうか、パンフレットをそのままブレイブだけがこう出てきた感じで、パンフレットの一面が出された感じでした。ね、なんでだろうねっていう風な感じも、そこまで顔写真使っちゃいけないのかなっていうのが、ちょっとね、って思いますけど、それぐらいはいいんじゃないんですかみたいなね、ありますけど、ね、使ってなかったですね。はい。もうその辺もね、ちょっと不可解だったので、お伝えさせていただきました。はい。でもね、本当に1位、結構ね、いろんな、投票がまだまだあるみたいなので、よかったらそちらも紹介していきたいと思います。今日のね、夕方にはね、ラジオが、ナイトダイバー、放送されますので、聞いてみてくださいね。はい、ご視聴いただきまして、ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。